カステリオ・ダンプリアス、またはカステリオン・デ・アンプリアスは、スペイン・カタルーニャ州、ジローナ県のムニシピ。公式名は、カタルーニャ5名のカステロ・ディ・インペユリーズ。クマルカとしては、アルト・アンプルダーの構成自治体の一つである。フィゲーラスの9キロメートル東に位置する。自治体内には、ヨーロッパ最大級の別荘併設型ヨットハーバーで知られるアンプリア・ブラーバ地区がある。 サンタマリーヤ教会アンプリアス軍の成長所在地だったアンプリアスがあまりにも簡単に海賊の略奪を受けたため1079年にはカステリオ・ダンプリアスがアンプリアス軍の成長所在地となった1325年から1341年には町の拡大が行われ1385年にはアラゴン・カタルーニャ連合王国に組み込まれた 半島戦争中の1809年には、ナポレオン率いるフランス軍の第113戦列不評連隊がここで戦った。1970年代には、コスタブラバの海岸にアンプリアブラーバの人工都市ができたため、カステリオ・ダンプリアスの旧市街はやや縮小している。面積は42.3平方キロメートルであり、市庁舎がある、旧市街の標高は17メートルである。 地中海のロザス湾から約4キロメートル内陸にある旧市街のカステリオダンプリアス地区、ロザス湾に面しているアンプリア・ブラーバ地区と2つの人口中心地を有している。近隣の町にはフィゲーラス、ロザス、パララーダ、フルティアーなどがある。自治体域にはアンプルダーシッチ自然公園がある。アンプルダーシッチは ロザス湾の一部であり、エブロデルタ同様にマラリア製湿地だった。4800ヘクタールの面積を持ち、カタルーニア州で2番目に大きな湿地である。アンプルダー湿地はフルビアー川とムガ川に挟まれている。1983年に自然公園に指定された。中世の市街地はムガ川に3方を囲まれており、北東方向にはカステリオ池が存在した。 やがてカステリオ池は干拓されて農地となり、ムガ川の最下流部は最短距離で地中海に注ぐこととなった。2000年時点では3039人が旧市街のカステリオダンプリアス地区に3227人が海岸部のアンプリアブラーバ地区に住んでいた。2000年時点では両地区の人口差はわずかだったが、 カステリオ・ダンプリアス地区の人口増加が緩やかなのに、対してアンプリア・ブラーバ地区の人口増加は急激であり、両地区の人口差は拡大した。2009年の自治体人口は12,111人であり、8001人がアンプリア・ブラーバ地区、3,971人がカステリオ・ダンプリアス地区に住んでいる。139人は三居形態にある。 アンプリアブラーバチックのマリーナ水路が張り巡らされたアンプリアブラーバチックカステリオ・ダンプリアスの自治体内にはロザス湾に面してアンプリアブラーバチックがある。アンプリアブラーバチックはヨーロッパ最大級の別荘、併設型ヨットハーバーである。もともとこの場所は湿地帯だったが1964年に居住用マリーナの建設が計画され1975年に アンプリア・ブラーバチックが完成した。高校用水路町は2 4トルにも達し、総水路町は4 0トルにも達する。夏季には人口が約8万人まで増加する。建設にあたってはイタリアのベネツィアを理想とし、アメリカ合衆国のフロリダ州における同様の計画を模倣している。ギリシア・ローマ時代の古代都市、アンプリアスのアクロポリスにも近い。 街の北側にはアンプリアブラーバ飛工場があり、あらゆるレベルのスカイダイビングを提供している。スペインでは4年ごとに行われる地方選挙で自治体首長と自治体議会議員が選出される。スペイン、または欧州連合加盟国の国籍を持つ18歳以上の自治体住民が選挙権を持つ。自治体議会議員の定数は人口によって定められており、 現在のカステリオダンプリアスの場合は定数17である。ありがとうございます。